いくらにぶちん風太郎くんでもびっくりするだろうな。教えて、教えてください。なんで好きになっちゃったんだろう。なんだお前、大丈夫か。風太郎くん、でもこれで風太郎くんが喜んでくれるなら。ダメダメ、こんな関係間違ってるよ。もし私たちが付き合ったら、こんな風に私が貢いで風太郎くんがダメになっちゃうのが容易に想像できるもん。で、どうしたの。おう、さっきアパートで。そんなに痛くないから心配しなくても。やっぱドジだな。気をつけろ。そういうとこなんだろうな。これ以上好きになっちゃいけないのに。風太郎くん、風太郎くんにも迷惑かけちゃったね。ごめんね。君は言い過ぎだ。お前の言い分も聞かずに。まったくその通りだよ。女子にあんな目を向けるなんて最低。すごく悲しかったんだよ。すまん。なんてね。全部嘘だよ。やっほー、林間学校ぶりだね。不愛想で気が利かなくて意地悪。なんで。君なんだろうね。ちゃんと食べないとダメだぞ。また歯ブラシ加えてただけで全然磨けてないじゃん。ほら貸して、やってあげる。まあまあ、お正月くらいゆっくり過ごそうよ。よろしくお願いします。ここのケーキ屋さん、一度来てみたかったのです。こんな時まで演技だなんて。じゃあ本当に嘘つきだよ。でもお腹を見せられないよ。私がしたい。ずっと今が続いてほしかった。この一番居心地のいい空間が変わってほしくなかった。でも本当は誰にも取られたくなかった。ここまで来たら卒業したいよね。頼りにしてるよ先生。こんな単純でいいのかな。君が私を気にかけて覚えていてくれた。たったそれだけがクラスメートのどんな惨事より胸に響いてしまうんだ。分かってないな。せっかくの今度だよ。ならではの美味しいものを食べさせたいよ。抜けがけ、味の引っ張り合い、この争いに何の意味もない。私たちは敵じゃないんだね。